はい、黄金世代の鼓動でございます、おはようございますというところで今日の朝のトークやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。木曜日というところで、昨日なんですけども、明日からですね、金曜日の明日からなんだっけ J リーグか先に立花兄弟って言おうとしちゃった。 J リーグがやってきます。はい、 J リーグガチャ来るというところで、どうしてもね気になったのがやっぱりペアリングでレオペペの方にもサポート機能ついてるのかなというところと、やはり優勝の浦部くんですね、こちらの方と今回サポート祭りなんですかね、立花兄弟もこれ逆にサポートはついてるのかな。はい、その辺がね多分注目で、おそらくペアリングガチャになるんではないかなと、予想するんですけど、そうするともうなんか日本代表のデッキがサポートみたいなデッキになってくるのかなとはちょっと思ったりもして、ただ立花兄弟が逆にボランチなんですかね、どこのポジションで使えるキャラクターなのかがちょっとわからなくて、まあできれば DMF、OMF、フォワードと使えるようになればいいんですが、はい、あとはそうですね、初めてですかね、初めて榊くんがね、これなんかあのディスコードの方でも書いてありましたけど箱キャラで来るみたいなので、まあ、こちらの方でも J リーグね多分意外と絆がね、あの岸田くんとかもそこんなに低くなかったので絆そこそこ高くくれるんではないかなと思うんですが、意外とデバフの強烈なキャラクターだったりするとデバフの日本の人たちからするとね、あの混戦の代償とかもついてるのでこの辺のキャラクターちょっと DMF とかにバンと、もしだら日本というか DMF は結構今難しいか、はい、まあどうなんですかね、ちょっと楽しみにしていきたいなというところで、ただ J リーグコラボが来てる中でネクストドリームが月末にありますから、おそらくネクストドリームの方が強いんじゃないかなっていう気もしてまして、その辺皆さんねどうお考えかというのと、あと、ドリコレが挟まるので、まあ、期間多分2週間くらいありますから、2週間ちょっと様子見ながら、まあおみくじでしのいで、まあそうですね、あの最終日に、まあ、欲しいキャラと使用感多分ランクマとかいろんなところで合うと思うので、それを見ながら最終的にゲットしていくかっていうふうに判断しても遅くはないんじゃないかなとちょっと思いました。はい、自分は、まあ、浦部くんでも浦部くんパスか、そうでも J リーグのガチャはあの昨日のディスコードでもちょっと喋りましたけど、本当に1回きり限定のガチャなので、まああのネクストドリームも1回きりっぽいですけども、ネクストドリームとかなんか年末にまとめガチャ来そうな気がするんだよな、特にスポンサー契約的な縛りもないので、まあ、今回限りの、 あの工場には入りませんと言ってもネクストドリームまとめガチャみたいのが年末の目玉で来たりとかもするような気もするんですけど、 J リーグに関しては、今まで一切、ね、なかったので、まあ、今回、はい、限りというところ、まあそうですよね、はい、まあ、ただまだ出てない慈瞳くんとか出てないですよね、ジェリーが、あと若島津とかも出てないですし、あと J の多分全部契約、あと松山くんとかね、美咲くんとかもう一回出し直してくれてもいいような気もするんですけど、初期の J のキャラクターもう一回全部出てもいいんじゃないかなとちょっとワンちゃん思うんですが、皆さんいかがでしょうか。はい、レオペペはあと多分皆さんレオペペなんですかね、やっぱしびれるレオペペとかも欲しいのかな。でも久しぶりに立花兄弟の新キャラが出るので、まあすごい注目どころではあるのかなとちょっと思います。はい、なんかねあのユニフォームちょっとでっけえなっていう気がするんですけど、あとはやっぱりあの立花兄弟のところでいくとやっぱりパスが強いパスがなかったので、強いパスがただ今回浦部とかがその辺ケアされて実装されているので、まあ、立花兄弟に強いパス、強いタックル、この辺がね実装されていると、まあ、よりあの今後のために狙いやすかったりもするのかなとちょっと思います。はい、さあ、あとはドリームポット、なぜかドリームポットコータムドリームポット、これあのこっちのそうですね、あの腰の方でいいんじゃないのかなと思うんですけど、こっちかみたいな、これオーバーヘッドの方ですよね確かね、腰の方のリバーじゃダメなのかなとちょっと思ったんですけど、はい、皆さんどう思うでしょうか。
はい、まあ、あとはねメダルの周回というところで、まあ、いつも通りやっていくというような感じなんですかね。浦部のステップが来て、J リーグで多分特攻になるんですかね、 J のキャラクターの方が。まあそういう部分では、まあ、取っていった方が楽なのかなというところで、ちょっと技剥がし券が見えないんですごい残念なんですが、また SSR チケットとかはもらえるのかな。はい、うん、あとはデイリーシナリオとログインで、ここ大きいですよね。ログインで最大60個もらえるっていうのと、第1弾、ログインボーナス第1弾ってことは J リーグ第2弾が来るのか。あ、期間長いんですね。やっぱ2週間あるのでドリコレまたぎますから、2週間で14個で残り26連で40連、まあいつもみたく40連で天井であれば、まああの最初の方やっぱり、そうですね、まあ、この辺はちょっと戦略作戦になるのかなと思うんですけど、うん、どうでしょうね、まあ、200連すれば1体取れるのか、今回300連すれば1体取れるのか。でもねこのガチちょっとやらしいなとちょっと思ったんですよ自分は。あの名前が最初からあのガチャを回してメダル獲得集めて選手と交換って、最初からなんか天井前提としたこうガチャを回してメダル獲得集めて新選手と交換っていう、なんかメダルガチャを回してメダルを集めてっていわゆる天井ありきのようなね書き方ではないかなと思ったんですけど、その辺はどうかなと思いました。はい、で RLG の方のねやつがもういよいよ再来週からスタートするというところで、まあ一つずっと企画コンテンツに悩んでた部分あったんですが、この辺もいろいろこう検証して、動画の充実を図っていきたいなと思ってるんですけども、まあどういうところをねあの見ていくかっていうのもいろいろ考えながらやっていきたいなとちょっと思っております。はい、さあ、あとですねちょっとお知らせがありまして、いろんな連盟さんぜひねあの今回も参加していただきたいなと思うんですけども、いよいよですね今週土曜日にですねあのちょっと告知をさせていただきたいなと思うんですけど、今レギュレーションを最終的なところで詰めているんですけども、第3回連盟対抗ツイッター杯の募集が、いよいよ始まって、いくような準備を しておりまして、まあそもそも第3回連盟対抗ツイッター杯を、開催することになりました。はいはい、今年もねぜひあのたくさんの連盟さん参加していただきたいなというところで、今でいろいろレギュレーション、考えているんですけども、なるべく多くの方や多くの連盟さんに参加していただけるような気軽なレギュレーションを今考えておりますので、もちろんガチガチの試合もありますし、お手軽な試合もあるので、まあ、連盟の中でどこにエントリーするかみたいな形っていうのを考えて、やっていければと思っております。でその辺につきまして1個悩んでる部分もありますので、まあ、何個か悩んでる部分もありますので、今週の土曜日ですね、YouTube ライブで戦いドリームチームの YouTube ライブやりたいなと今考えております。でそこにですねレオネさんゲストに来ていただきまして、第3回連盟対抗ツイッター杯の展望と皆さんそこでの募集の告知ですね、そのタイミングで始めていきたいなと思ってますので、ぜひ興味ありましたら多くの連盟さんぜひね一緒にあの連盟対抗第3回、ツイッター杯、ぜひご参加いただければと思っております。はい、またね動画とかで、盛り上げて、ダイジェストとかやっていきたいなと思っておりますので、ちょうど今ねあの少しあのデバフデッキも増えてきたり、デッキの方も少しばらけてきてはいるので、あとついに絆なしっていうね選択とかもできますので、必ずしも、どこのねあのレギュレーションで出るかっていうのとか、今何試合するかとかもいろいろ考えてはいるんですが、今回レオネさんがツイッターで始めていよいよ第10回大会になるというところで、そういう意味では第10回記念杯にもなりますから、何かしらねあの第3回にまつわる、3の数字をうまく活かした、大会にしていきたいなというのがレオネさんからの、展望でありました。はい、うん、ぜひねあの前回を超える、盛り上がりを見せるといいなと思っております。はい、第1回はシュートサインさん、優勝しておりまして、第2回はキャプテンツバメさんが優勝しております。はい、両連盟さんともね優勝した後そのまま WCIC っていうねあの世界のワールドクラブインビテーションズカップの方に、ご招待されて、世界大会の方にも進出されていると
な形で、うん、たまたまねあのこの大会がいい、ステップの場所にもなってるなというようなのもあるので、ぜひ、まあ、国内のねあの大会ですけど海外の連盟の方ももし興味あれば、ご連絡いただければと思っております。はい、そんなところですかね。というわけで、木曜日なんですけども、今日は結構、この後、面白いコンテンツを用意しております。お昼過ぎくらいには、まず石崎くんですね。石崎くん、じゃあ現状浦部のパートナーとして、金曜日ですね、まず石崎くん今どんくらい強いのみたいなのをトーマチェックの視点で、急遽動画作っていただいてますので、石崎くんどうなんのチェックですね、こちらやっていきたいなっていうところと、まあ、毎月の、今頭の恒例となってるんですけども、キーパーシューターランキングですね、こちらの方夜また、10月の最新版というところで、やっていければと。キーパーに関しては、先月から変わってないかなと思いますので、まあ、シューターランキングですね、まあ、レビンとか入ったりとかしてまして、今まあどういう風にねあのここ1ヶ月でシューターの、地上高浮き低浮きのランキングがどう変動あったのか、この辺も、今日コンテンツとしてご用意させていただいておりますので、夜の、配信もぜひ楽しみにしていただければと思っております。さあ、今日で DCS ですね、ほぼフルで、まあ明日に関してはもう昼の14時で終わってしまうので、まあやるいるなら今日1日なのかなとちょっと思っているんですけども、皆さんぜひあの上位狙っている方、そして召喚まだね20勝終わってない方、20戦終わってない方、ぜひ楽しんでください。というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。